皆さんこんにちは、さきです。そしてゆうちゃんです。今回はうーちゃんとケーキ屋さんごっこしていきたいと思います。ということで、まあ、ケーキ屋さんは本当に誰もが憧れの職業だと思うんですけど、私もね、うーちゃんぐらいの年の時にもうずっとケーキ屋さんになりたいと思ったんですけど、今回企画で使うアイテムを使えば誰でもケーキ屋さんになれちゃうんです。ということで早速紹介していきたいと思います。それでは、どうぞ。はい、ということで今回企画で使うアイテムはこちら、ホイップルすみっこ暮らしスイーツセットとホイップルレインボークリームパーティーセットというね、アイテムを使っていきたいと思います。はい、ホイップルシリーズはケーキ屋さんの練習用として作られためちゃくちゃ本格的なスイーツが誰でも作れちゃうんですよ。こんな感じのすみっこたちのそっくりなスイーツだったり、虹色のクリームを使って綺麗なケーキが作れます。実際さ、まあ、ケーキとかも作ってみたいけど、食べ物を使って練習するのって結構時間もかかるし結構抵抗あると思うんですけど、まあ、こんな感じでね、気軽に練習できるのでめっちゃいいと思います。それでは早速作っていきたいと思います。楽しみ。じゃあまずはこちらのすみっこ暮らしスイーツセットの方から作っていきたいと思います。それではまずですね、すみっこたちのホールケーキというホールケーキを作っていきたいと思います。まず最初はこんな感じのもうケーキの土台だけなんですけど、色付きのクリームをちょっと絞ってって可愛いケーキを作っちゃいたいと思います。じゃあまずホールケーキの周りにスターチェーンって言ってなんかクリームを連ねる感じのやつをやっていきたいと思います。いきます。待って、いただきます。もうこれやるからにはマジでガチで完璧な作品作りたいんで、いきます。うん、OK、 いいですね。あっちょっと見なかったことにしてもらって、ちょっとなんか誤作動が起きてしまったみたいで。はい、じゃあいきます。もう一回気を取り直してやっていきたいと思います。うーちゃんは全然見てないね、私がやってる姿うーちゃんはさ、私のやつ見てさ、見合わなきゃいけないんだから。私先輩なんだよ、ちゃんと見てて。はい、うまい。めっちゃうまい。あと最後。お、最後できました。めっちゃ上手にできた。ということで次、ミルククリームこちらですね。白いクリームを使ってこの真ん中に渦巻きのクリームを作っていきたいと思います。めちゃくちゃうまいんだけど。やばくない？見本？これ、見本？もしかしてマジでうまい。やばい。え、なんかすごい、めちゃくちゃ上手にできた。じゃあいよいよ飾り付けの出番です。じゃあうーちゃんもできるよ。え、じゃあこれがいい。いいよ。じゃじゃん。え、めっちゃ可愛くない？これ多分マカロンですね。すみっこたちのマカロンのトッピングですね。めっちゃ可愛いんだけど。よし、じゃあつけていきましょう。どこにつけたい？あ、どこ？そこ？絶対じゃないでしょ。本当にやるか。はい、頑張れ。結果か。はい、頑張れ。本当に頑張って。マジでクリームぐちゃぐちゃにしてる。うん、いいよ。修正入ります。ゆうちゃん、これ最後だからね。頑張れ。ペンギンくん。お、いいね、うまい。上手。そしたらこちらのバースデーカードみたいなのを真ん中に貼り付けます。お、お、上手。いいね、いいね、いいね。お、いい感じ、かわいい。
いいよ、頑張れ。おお、上手。そしたらなんかこんな感じのめっちゃ細かいパーツを散りばめていきたいと思います。おお、できた。じゃあ最後にこのホールケーキの外側に巻きつける巻き髪をつけていきたいと思います。これかな。ということで、せーの、完成。じゃじゃーん、めっちゃ可愛い。ぬーちゃんもあのクリームとかやっぱまだ難しいんですけど、ペーパーシート立てたりデコレーションしたりするのもね、簡単にできたのでね、すごい、めっちゃ上手にできましたね。はい、ということで続いてはですね、こちらホイップルレインボークリームパーティーセットを使ってケーキを作っていきたいと思います。こちらはですね、なんとこんな感じのクリームが入ってるんですけど、一気に4色出るんですよ、こちらのクリーム。さっきのクリームは1色だったんですけど、黄色とピンクと水色と白が一気に出てくるんですよ。なのでレインボーな感じのクリームができます。すごくない？ということで早速作っていきたいと思います。まずはマーメイドケーキというものを作っていきたいと思います。本当に4色一気に出るのかな。え、すごい、本当に4色一気に出ました。しかもめっちゃ綺麗にちゃんと全部の色が均等に出ましたね。え、めっちゃすごいんだけど。ということで、もうこのレインボーのクリームを今回はたくさん使ってレインボーで可愛いケーキを作りたいと思います。じゃじゃーん、こんな感じですね。これに沿って絞ってくださいみたいな感じでガイドがついてるんですね。始めたばっかの人とかあんまりケーキ作りとか得意じゃないって方とかはね、結構これめっちゃやりやすいかもしれないです。はい、じゃあ次にスターチェーンをこの下の段につけていきたいと思います。できました。ね、めっちゃ上手にできたんだけど、こういうのって一つの 色しか見えないイメージがあったんですけど、全部の色が均等に出ててめっちゃすごい、かわいい。そしたらこちらの真ん中に小さい渦巻きを作っていきます。はい、そしたらマーメイドケーキなので、なんか上にマーメイドっぽい飾り付けをしたいと思います。レイちゃんも飾り付けしよう。いいよ。はい、ということでマーメイドケーキ完成でーす。かわいい。虹色のクリームもかわいいけど、一つ一つのデコレーションのパーツがめっちゃかわいいですね。はい、そしたらですね、もう一つ作りたいと思います。じゃじゃん、こちらスイートカップケーキ作りたいと思います。これもね、あのパティシエガイドついてるので簡単にできちゃいますね。そしたらまずね、ここの下のところにスターチェーンを作っていきたいと思います。なんかスターチェーンがね、めっちゃやりやすいの。これ結構難易度高めなんですけど、パティシエガイドついてるのめっちゃありがたい。できましたー。これも上手にできましたね。そしたら次にこの真ん中に渦巻きをしていきたいと思います。マジでうまいんだけど。やばくない？なんかすごいんだけど。やば、マジでこれはやばい。スイートカップケーキ完成。最後に渦巻きやったじゃないですか。ガイドないと大きさとかわかんないし、なんかへんよへんよになっちゃいがちなんですけど、このガイドあるとなんか、なんだろう、ここまでの大きさまでやればいいんだっていうのがわかるから、すごいやりやすかった。めっちゃ可愛くできた。やったー。はい、ということで全部出来上がるとこんな感じでーす。全部並べるとめっちゃ可愛いですね。カラフルで本物のケーキ屋さんみたいな感じですね。バックにもつけられちゃうんですよ。自分が作ったものってやっぱみんなに自慢したいじゃないですか。こんな感じでバックにつけとくと、え、これ何みたいな感じで、すごいみんなにね、気になってもらえるんじゃないかなと思いますね。自分で作ったものを家族とかにプレゼントするのもいいかなと思いますね。はい、ということで今回はうーちゃんとケーキ屋さんごっこしました。
私とか結構お菓子作りとか苦手だったんですけど、クリームとか絞る練習とかできて、これからももっとやりたいなって思いました。うーちゃんもデコレーションとか楽しそうにしてたので、ちょっとこれからもね、うーちゃんと私で一緒に作りたいなって思います。ということで終わりたいと思います。コメント、よろしくお願いします。バイバイ。お先に失礼します。ゆーちゃんお先にします。